この前の打席でのヒットも球種はカーブでしたが、はい、あのインコース低めのボール球でしたね。今度は速いボールを捉えていった金子、今日2安打です。ノーアウトランナー1塁。3回の裏勝ち越しに成功した2点を挙げたライオンズ、その回も1番から始まる攻撃で金子が出塁して結果的に2点を取りました。この回は何とか1点を取りたいですね。1点ですか、はい、ビッグイニングはここはいりませんので、はい、何とか1点あの取れば流れば、だいぶ来る感じが受けますね。ライオンズでいうとこの回、ま、中押しになるわけですね。そうですね、あとこの菊池投手のピッチング、それも踏まえてこの1点、はい、3点差になれば、だいぶライオンズのムードにいけるんじゃないかという雰囲気がありますよね。2番の秋山、いい当たりだ、ライトへポール際、弾丸ライナーでライトスタンド突き刺しました。2試合連続今シーズン5本目のホームラン。先発菊池に大きな援護、秋山2試合連続のホームラン。今ゆっくりとダイヤモンド1周、5点目のホームを踏みました。5対1、満員ライオンズファンびっしりと待った三塁側、大いに沸き上がります。